ゼニト火山は、ロシア火山を本拠地とする男子バレーボールクラブ。2000年5月13日、ディナモ火山として創設された。2003年にスーパーリーグへ昇格し、翌2004年にカップ初優勝。2004年までディナモの故障を使用し、2005年にディナモ TTG 火山へ改称した。2007年には、リーグ初優勝、カップ優勝との2巻を達成し、 2007から2008、欧州チャンピオンズリーグに出場。ファイナル4へ進出し、セミファイナルでポーランドのスクラブ初府、ファイナルでイタリアのパルダボオロピアチェンツァをそれぞれフルセットで破り、創設8年目でチャンピオンズリーグの初タイトルを獲得した。2008年7月、ゼニト火山へ解消。17年ぶりに開催された2009年、世界クラブ選手権に、 FIVB のワイルドカードで出場し3位。同年2度目となるリーグ優勝とカップ優勝の2冠を飾った。2010年5月、プレイオフファイナルの第4戦でロコモティフ・ベロモリエを3勝1敗で下し、リーグに連覇を飾った。2015年、欧州チャンピオンズリーグでポーランドのアセッコレ・ソビア・ジェシフを下し、3回目の優勝を飾った。ありがとうございます。